ようございます。おいーす。久しぶりの出港ですね、船長。また来たね、有明海。いつも大好きこの色ですね。お前は連れて行ってもらったんで、今日は、はい、釣れもせんのに釣れもせんですか、今日は。釣れですね。釣るって言わん感じよ。待って、今日のさ、某朝のニュースの運勢でさ、一か言を言ったら外れて一人目に会うのだ。おー、ちなみにお羊座11位やった。11位さ小物場狙いましょうか。小物場ね。って言っとくギフトほどなのかもしれないですね。よろしくお願いします。はい、いつもの有明海でございます。今日は狙いはシーバスとイダコとヒラメとかコツとか追ったらいいなと。で、秘密兵器も投入する予定ですので、まず一発目は何番狙うとですか。シーバス、もうルアーで、ルアーで。もう一回振るんですか。弾道箇所として、今変えて。あ、了解です。ランガーですね、船で。船ランガー。あ、シーバス。ど、もうあっちか。こんな感じ。表層っすか。いや、ここから多分ね、あれ U ターンで取らん出てます。あ、2.8m。 浅かっすね。おらん感じですか。もう終わり。なるほど、OK です。お、ベイト反応。お前はエイツとイカゴ。エイツとイカゴ12月ぐらいまではボコボコやった。ボコボコ、ボコボコいいな。一瞬帯ね。あ、ピンポイントとでしょうね。ノリのすごかっすね。これ何万本ぐらいあったでしょうね。10万本とかコスターなかと。ああ、確かに奇跡の起こらんすかね。起こる。お、その占いは占いやろ。はい、よかった。お、ちょっとビビってたっすね。お、なんか反応のちょこちょこようっすよ。あ、本当ですか。ここ1ポイント。1ポイント。本命ポイントなんですか。本命ピカチュウ。ピカチュウですらいのか。あそこか。ピカチュウポイント。色の黄色と黒やっけ、ピカチュウ。しゃあ。さあ、お子さん。行列でかかったわ。これ餌最高でしょうね。もう早くも餌場落としたかぐらいの気分ですけど、これもう今ただバイブレーションばっこしてるだけです。多分声で全然怖いでしょ。うん。あ、当たった。来た。当たった。来た。ああ、当たったっすね。カナのリフトアンドボール。あだす。おー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 、まあまあいいんじゃないですか、これ。よかっすよ、これ。結構走るな。うわ、でっかい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 、いい感じやがすか、これ。バイブレーション外れやすか、剣がドラグ結構緩めで上がってきた。来た、あ、太が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 。おー、怖い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 。よし、はいはいはい、上がってくっすよ。お願いしますよ、店長。あ、早かった。待ってくだ、ちょっとちょっと、ごめん。よし、来た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 。太が太が太がっすよ、太がっすよ、コンさん。はい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 、よっしゃー、入った。やったよ、っしゃー。一発目から来た。いきなりこれ行ったんじゃないですか、これ。キャランキャランキャランですか、これ。70は行ったっちゃない。よっしゃー。しかも跳ね切り見えたっすね。70は楽勝超えとんすよ、これ。80はできないかな。ただのもうリフトアンドポール。さあ、もう変えんで。はい、変え。まだまだ勘弁してください。やっぱピカチュウやったね。やっぱピカチュウには多っすね。ピカチュウには多い。ピカチュウ、ライチュウなしたよ。よっしゃ、来ましたよ。
それハンディでしょ。本当はハンディで撮りたいところなんですよ。言いにくかったです。はい、来たよ。いしょでかい。いきなり点々、綺麗に釣るっすね。こういうランカー行ったっちゃうかっすか。行ったランカー73、4、超えたろうね。超えたっすね。やりました。いい、ありがとうございます。いい魚、いい魚っすよ。単なるリフトアンドポール平らばの子たち釣り方、平らばの釣り方っすよ。これどうなんすか、こんなかっすか。あー、もうこんなか頭から。よいしょ、やったった。キャパオーバーしてほしいの。息するのキャパオーバー。よしよし、よかった。この3階には坊主なしですからね。暴れんやったけ。無事としてるけどね、バレたと一緒に。あー、これもバレて、ゴンちゃんもバレて、スッケーもバレて、みんなバラして。たまにここ食い上げて食っときもあんもんね。ルアーバー回収する瞬間にシーバスのフッて来てさ、目の前で食うたりすっけんさ。この船長のこのキャパオーバーストですけどね。ちゃんと入っと。キャパオーバーストじゃ頭しか使っとるじゃねえんですけど。嬉しい。何センチだろうな、あと測ってみよう。80いったらんかな。後ろ広げたサイズ。あー、なんか73、23とかそんなもんすかね。意外と長っすもんね。これチップライン用っすよ。これエギングの先とかチタン。あたりは繊細で食い込みもやすかけんが、シーバスだって張りがかりのあるかに怖かったですよね。シーバスロットヤギ。おいやさすが店長。それでかかっちゃいますか、それも。さすが店長、それでかかっちゃいますか、それも。店長来た、店長来た、店長。いい先生、無理せんで、無理せんでください、慎重に。ああ、早い。よしよしよ、オッケー。よいしょ、来たイエーイ、バグちゃん。バグちゃん、まあ、でかかったぞ、今。やったやった。こういう点々のは綺麗で撮すね。そのサイズになっても。おしゃっしゃですよ。おしゃっしゃっすよ。これパンパンがすか。一家庭分これでバッチリ十分ですもんね。ね。もうシャアのしころしたい。シャアのしころしたいですね。ありますか。シャアのしころしたい。ヒューのシャアシーバスバクチョー。ヒューのシャアはすすきたい。プレイヤープレイヤー。絶対検索関危なかったよ。コンクリが一番曲がっすよね。こいで60くらいかな。アイビジョン来たー。よっしゃー、2匹目僕はサイズ。さあ船長、お腹パンパンっすよ。生食っとくか楽しみですね。これシャコかなんかやろな、やっぱね。イカとかいう人ですね。十分なサイズ、美味しいサイズです。おめでとうございます。サイズ、はい、キャパオーバーし、さあキャパオーバー、何ですかこれ。もうぐちゃぐちゃやし、俺も持ってきとらんすけど。寝前はせんやろ、水の中入れときね。よしよし、これでもう船長バッチリやがんすか。もう一本になりましたよ。あの変なマスターやろな、なんかやったろうかな。じゃあここからもうやってみようですよ。どうなることやら。可能性は餌やったら楽し、でもまあルアーでも食ってくれそうでしょうけど。このエビで釣ってやるよ。このエビで、このリールで、これでやったろ。鯉で掲げどうなったやろな。これエビいる一撃やんかすか、これ。それで、あらまあ攻撃。ピカピカしてるよ。ロマンのある釣りっすね、これ。この装備でするのはドラグ調整のわからん。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。
時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。